初センター抜擢の日向坂46佐々木久美、小坂奈緒からのアドバイスに感謝、おかげでかっこよく。11月7日放送の TBS 系、ザ・タイムに、日向坂46の佐々木久美、小坂奈緒らが VTR 出演。佐々木が、初センターを務めた心境や、小坂から受けたアドバイスについて明かした。11月8日発売の日向坂46のセカンドアルバム、脈打つ感情のリード曲、君は0から1になれ、で初センターを務めた佐々木は、すごく驚いて、私、ですか。みたいな感じでびっくりしたんですけど、周りのメンバーもみんなセンター経験者で、すごく頼もしいメンバーばかりだったので、と振り返った。また、小坂が、久美さんがミュージックビデオの撮影中に、最後の決め顔するシーンがあるんですけど、そこで、どんな顔したらいいかわからない、みたいな感じで、一緒に二人で練習してました、と明かすと、佐々木は、相談して、カメラの奥を見た方がいいです、とかアドバイスくれて、そのおかげでかっこよく撮っていただくことができました、と大阪への感謝を笑顔で語っていた。